こんばんは。猫と魚さばきのシリーズも結構何回もやってきてますが、今日はね、6月の1日の夜です。この魚、6月が旬と言われている魚です。イサキ、旬の魚を食べたいなと思って買ってきました。おはぎさんは大変空腹なはずです。週に1回の絶食の日が昨日で、今日の夜までご飯食べられてないので、今ニャーニャー言ってるけど、間違いなく空腹です。もう好きにさせようかなと思いますので、おはぎさんの自由な感じをぜひお楽しみください。さきさん、さばいていこうと思います。旬だからね、卵とか入ってたら嬉しいけど、どうかな。あ、ちなみに車中飯なので、鱗はあえて取りません。鱗をバリバリってやっちゃうと車の中大変なことになっちゃうので、鱗を取らないで魚さばくっていう、ちょっと邪道な感じでいきたいと思います。あ、卵入ってるー。よいしょ。卵付きでした。卵どうしようかな。卵食べちゃう系？食べちゃうねー。まあ食べたらいいよ。あげるよ、卵。血合いを取ったら3枚におろします。はい、これで3枚におろせましたね。123と、こんな感じで、この中骨、ここね、まだちょっと身が残っているので、おはぎさん用にすき身にしたいと思います。これ、はい、じゃあ、すき身になったんで、こいつはもう、用済みです。まあ、もちろん、大切に食べようと思えば、これも食べ方ありますけどね。雪中飯なんで、そういうわけにいきません。たら、お造り、というか、刺身をね、作っていこうと思います。よし、これでまた皮からお刺身が取れまして、この皮は今回は残念ながらバイバイという感じですね。はい、できました。イサキの
お刺身。あんまり猫に襲撃されんかったね。強奪されております。おはぎさん、それではイサキのお刺身いただきたいと思います。ビール開けます。マギさん、マギ、はい。お気に召したようです。じゃあ僕も。いただきまーす。脂乗ってる、うまっ。さすが旬だね。はい、食べんの下手か。食べた。食べんの下手だね、おはぎさん。顔が横になってるけど。旬のイサキ食べるなんて贅沢なんだよ、おはぎさん。おはぎ、うまいか？おはぎ、はい、完食です。3分の1くらいはおはぎさんにあげちゃいましたが、あんまり強奪って感じではなかったですけどもね、美味しそうに食べてくれたんでよしとしましょう。おはぎさん、はい、ありがとうございました。